韓国では珍しいお一人様のための全国チェーン店。今回はシンチョンのサウメコスでポッサムゆで豚をいただきます。メニューや注文シーンは後ほど紹介します。店内の様子です。2人掛けのテーブルが7つとカウンターが10席でこじんまりとしています。お水はセルフですので除菌冷蔵庫から自分でコップを取ります。おしぼりも忘れずに。また食べ終わりましたらお皿は返却口にとお願いされています。はい、完成しましたので見てまいります。大根キムチ、もやし、ネギ、白菜、俺の好物の大根キムチたっぷり盛られています。味噌汁、ご飯、薬味がピヤッとしていますが、アミの塩辛、ニンニク、味噌、青唐辛子です。お待ちかねのポッサムゆで豚でございます。相変わらずのピンボケはご愛嬌。こちらが最もベーシックなメニューで一人ポッサム860円です。韓国も物価上昇が激しく、これだけ出して1000円切るお店って最近減ってきてますので貴重です。おはようございます。韓国大好き歴10年以上のぶどうです。まあ安くったって味が良くなければしょうがない。いざ実食。俺も完璧ではありませんが、韓国の食事マナーに準拠していただきます。スプーンでまずはお味噌汁。辛くはなく、だしよりも味噌の味をくっきりと感じます。具材はえのきがお気持ち程度です。もやしは豆もやしの辛くないナムル。ネギは長ネギで辛いサラダ兼薬味。どちらも十分な美味しさです。次は大根キムチ。はい、相変わらずまずそうに食べてますが美味しいです。しっかり干された大根で食感は抜群。割と辛いですが華やかな甘みもあり癖になります。副菜を味わったところでいよいよお肉タイム。薬味ものせますが、最初は味の濃さや辛さが分かりませんので少なめをおすすめします。味噌と網の塩辛をのせて、俺の口にダイレクトアタック。はい、美味しいです。しっとりしていて柔らかいというか柔らかい。お肉自体は淡白でそこに薬味が効きます。甘辛い味噌が全体に渡り、網の塩辛が味をシャープに整えます。今回注文した定食は一人ポッサム860円、サウムポッサム960円。お店の名前を冠したメニューで、オリジナルの結構辛いソースがかかっています。ニンニクポッサム960円。お前口臭なんか気にしてんじゃねえよってレベルのニンニクソースがかかっています。他にチョッパウ、豚足の定食は940円から、サムギョプサウの定食は890円からです。お店に入ってすぐの券売機で注文します。日本語モードにすると韓国語がただ消えるだけというクソ仕様。今回は韓国語モードで注文します。韓国語がわからなくても画像がありますので、それを参考になさってください。食べたいメニューを選んだらお肉の量を選択。その他オプションとしてサンチュとエゴマの葉プラス250円、スパムプラス200円です。今回はオプションをつけませんので、そのままクレジットカードで決済し、受け取ったレシートの番号が呼ばれるのを待つという流れです。さて、お肉と薬味や副菜の組み合わせは無限大です。サムギョプサルのように葉っぱとともに、美味しい大根キムチとともに、個人的にこの組み合わせ最強です。あっさりがお好きでしたら白菜とともに。この白菜は塩漬けされていますので、お肉も包みやすいです。スタンダードに長ネギと一緒というのも捨てがたいです。爽やかな青みでお肉との相性もいいです。どの組み合わせで食べても正解を叩き出すので、味変が一口ごとに可能。副菜もしっかりとした味付けですのでご飯が進みます。そんな状況の中、残念なのがこの白米。いやー、これ水の量失敗したでしょっていうべちゃっと感。韓国の食文化とか俺の好き嫌いに関係なく、これはもうお粥の一歩手前です。他の店舗ではこんな感想を持ったことありませんので、たまたま今回だけと思いたいです。さて、サウメコスはソウル市内に25店舗ほどあります。立地は観光地ど真ん中ではなく、その一つ二つ隣の駅にあるというイメージ。複数人でのご来店ももちろん大丈夫ですが、特にお一人様におすすめですので、ホテルのそばにあればぜひ行ってみてください。韓国旅行の最後に食べるのは空港でのご飯。
続いてはインチョン空港第一ターミナルの CJ フードワールドでキムチチゲをいただきます。他のお店の情報や第二ターミナルについてもお話しします。店内の様子です。フードコートで座席エリアが細長く、奥の方は席もゆったりして空いています。注文品を拝見します。キムチ、黒豆、大根キムチ、副菜は全体的におとなしめです。白米とメインの豆腐キムチチゲ、ちゃんとグッツグツできているのはポイント高いです。こちらのセットでお値段は790円です。他のメニューについては後ほど紹介します。さあ、お味はどうでしょうか。まずは熱々のキムチチゲ、本格的な辛さで喉にきます。先にセルフのお水を準備するの忘れちゃったんで取ってきます。取ってきました。それでこのキムチチゲ、旨味はあまり感じず、ただ辛い唐辛子味のスープといった印象です。キムチは浅漬けタイプ、大根キムチはストレートな辛さ、量販的な味で特に個性は感じられません。こちらはフードコートで5つのお店が入店していて、1つ目は韓国料理屋、豚肉キムチチゲ980円、海鮮スンドゥブチゲ1050円です。他のお店のジャンルは麺すする系、韓国式中華、タイ、とんかつです。ちなみに俺は以前ここの韓国式中華でジャージャー麺をいただいたんですが、いまいちでした。おい CJ 頑張れよ。ここに入っている5つのお店すべて CJ 系列です。 CJ といえばエンタメ事業の M ネットが有名で、 M カウントダウン、ケイコン、ママなど、フード部門はミチョ、ビビゴ、ダシダなど、新大久保やドンキなどで一度は見かけたことあるんじゃないでしょうか。これだけ有名なの持ってるんだからもっと頑張れるだろう。インチョン空港第一ターミナルでの食事のおすすめは、一般エリア4階のフードコートフレイバー6。お値段は少し高くて混雑しがちですが、味は保証されています。すぐそばにはスイーツのフードコートもありますので、お時間があればこちらもお忘れなく。4階がめちゃくちゃ混んでてどうしようもねえっていう時には、地下1階の CJ フードワールドをどうぞ。空いてて安くて、まあ社食ってところですかね。続いて第2ターミナルは構造が似ていますが状況は変わります。おすすめは地下1階のフードコート半紙ミダムキュー。全国で美味しいと評判のお店が8店舗ほど入っています。中はまあまあ広いので座席も確保しやすいと思います。そこがどうしても嫌なら4階のトンベコムタン、店名の通りコムタンが中心ですが、それ以外の韓国料理もあります。さてプライオリティパスを持っている人はラウンジも気になりますよね。成田のしょっぽい軽食とは違ってインチョンの料理は充実。第1ターミナルで他に条件不要で入れるラウンジは4つあります。中でも食事が最も充実しているのは29番ゲート付近のスカイハブラウンジ西ウィング。ビビンバ、副菜、おかず、サラダはもちろん、他にもホットフードやデザートがたくさんあります。中でも面白かったのが豆腐麺のサラダ。ちょっと癖があって好き嫌いは分かれると思いますが、健康的で俺は美味しくいただけました。第2ターミナルにはラウンジが3つで、その中で最も食事が充実しているのは252番ゲート付近のマティーナ。ホットフードが充実していて、お肉は焼いたものと揚げたものでがっつり、もちろんサラダやデザートなども取り揃えています。今回は写真2枚だけですが、美味しくて何度もおかわり。お見せした写真は一部抜粋で、実際にはもっとたくさんの料理があります。まとめると、一般エリア第1ターミナルは4階のフレイバー6、第2ターミナルは地下1階の半紙ミダムキュー、ラウンジの場合第1ターミナルは29番ゲート付近のスカイハブラウンジ西ウィング、第2ターミナルは252番ゲート付近のマティーナがおすすめです。空港でのご飯は韓国旅行最後の思い出。飛行機の出発2時間前には空港に着いていましょうとよく聞きますが、インチョン空港の場合、個人的には閑散期でも3時間前の到着をおすすめしています。それでいて飛行機の時間は決まっていますので、あまり長く迷っている暇はありません。成田空港の出国審査よりインチョン空港の出国審査のが時間を要することが多い点にも注意が必要。さらに免税手続き、 Wi-Fi ルーターの返却、免税店でのショッピングなどをやることはたくさんあります。
インチョン空港でのスケジュール計画が甘く、走って移動する旅行客をよく見かけます。空港に行けばなんとかなるとは思わずに、事前準備をしっかりなさってください。